きだ。冴えない私に届いた学校一の人気者瀬戸山くんからのラブレター。でもそれは親友宛てのものだった。ごめんなさい、勘違いしていました。松本の友達だよね。いつかこんな嘘バレちゃうよね。本当のことを言えないまま二人の秘密の交換日記が始まる。なんか黒田と喋ってると調子狂うわ。どうした？好きになっちゃいけないのに。嘘から始まったすれ違いラブストーリー。お似合いだ。俺たちもう一回付き合えないか？お前誰？二人の切ない恋の行方は。黒田！交換嘘日記。